はようございます。おはようございます。ロードトゥエベレスティングチャレンジ、初回第1回です、ね。これ映像するかどうかをさておき、はい、第1回、初回の練習です。なかなかいい感じの天気で。2週間前にコロナにかかりまして、でそこからですね、ランニングとかしてみたんだけど、こう息が吸える上限がなんかめちゃくちゃ下がってる感じでですね、今日30キロ。標高差が何メートルぐらいでしたっけ、まともに全部行ったら。まともに全部行ったら2500。はい。ストーリー的にはここで、ちょっと途中でバテる方がいいですか？いや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 、そんなことはないですよ。行けるなら全然行ってもらって全然構わないですよ。はい。そんな感じで頑張ろうと思います。まあ、怪我せずに行きましょう。のんびり行きましょう。はい。では、テナーさん、スタートですね。こっから、32キロ。はい。まあ、39キロ、1キロぐらい歩いてきてますけど、はい、はい、じゃあ行ってきますか。行きましょう。まあまあのんびりで、ダメならダメで、へばった指輪を前面にこう映していただけると出ないって言ったんだけど、着きました。いいですね。1座目。先何座ぐらいなんだ。結構あるよね。12、3ぐらいはあるんじゃないですか。途中で数えるの嫌になる。もう疲れてるよね。いや、すごい景色いいですよ。あの辺から東京マラソンがスタートしてるんですかね。今ちょうど、何時だったかな、スタート。9時とかですかね。9時とかだった気がします。おのす。2座目ですね。2座目。読めない名前で。有名なトーンス。トーンスだっけ、ね、まだ先まで、はい。久美坂。次が天閣山。天閣山。まだね、全然ハイキング気分ですよ。おまだね。いや、こんぐらいがちょうどいいんですよ。なんかこう、最初に早すぎると、はいはい、やっぱ疲れが早く来ちゃうんで、天閣山着きました。着きました。どうでしょう。いや、疲れてますよ。余裕で疲れてる。いい景色ですね。もうあと5キロぐらいでいいかなって思ってる。あとはまだ根の権現まで行きますか。根の権現が何キロぐらいですか。根の権現あと多分6キロか7キロぐらいで、であの売店とか、はいはいはい、いやもうちょっとバテた感じの方がいい。いやいやいや、そんな演技はいらないんじゃないですか。余裕っすよ、余裕みたいな。余裕ではない、余裕。13キロぐらいですかね。して早々とポールに頼ります。ポールは何ですか。Amazon で買った2000円ぐらいのやつです。軽量とかじゃないんですね。軽量、まあでも200ぐらい、結構ちゃんとしたやつって250ぐらいありますよね。重い、しっかりしてるやつほど重いっすね。ですよね。その中では軽いんかな。慣れてないかも。あまり使わないんですかね。あんま使わないですね。OMM も持ってったんですけど、結局急斜面ばっかりで、ああ使う道がなかったというか、あんま使ダッシュと逆に邪魔なバターが多くて。だいぶ疲れてますよ。リベースティングいけそうですか。いや無理じゃないですか。今日乾燥してさらに 3.5 倍とかですね。そうですね。無理だな。結構真面目な話、やればやるほどよくみんなできるなって思いますね。やればやるほどできない気がしてくる。こう真実に近づいてくるんですね。そうそうそう。デノゴンまではとりあえず。デノゴンは行きましょう。わらじですよね、わらじ。そうそう、わらじ。わら、そうですね、わらじにあの、はいはい、あ目標をこう祈願して。そうですね、年、今年末に、はいはい、あのエベレスティングやろうっつってお願いしますって。あ、いいじゃないですか。4、5年前に、はいはい、あの逆側から歩いてきて、伊豆ヶ岳から、伊豆ヶ岳からそれ以来ですね。おお、久しぶりの。そう、すごい久しぶり。根の権現もうすぐですね。すぐ、うん、すぐだね。先に行きましょう。油断した。16キロ過ぎましたね。お、全然まだ16キロ。
やっと半分ぐらいですか。もうすぐって言ってから1時間歩かされた経験がすごい山ほどある。あとちょっとと言いながら。おお、なんか開けた。開けましたね。いや、この最後のこれ辛いぞ。見えてる分辛い。疲れた。いや、今日伊豆ヶ岳は無理だわ。こんにちは。こんにちは。久しぶりのじゃあ根の権現ですね。根の権現5年ぶりぐらいですね。4、5年。本当に登山始めてすぐぐらいです。ああ。前来たの。え、知ってたんですか？飯能の根の権現を。根の権現は、あれ、伊豆ヶ岳も山の隅でやってます。山の隅きっかけで来たんですか？伊豆ヶ岳は山の隅きっかけで来て、おあ、この山あるんだと思って。で、その先は、ノリです。ああ、ちょっと先行ってみるかみたいな。ただ、普通に登るだけじゃ面白くないし。そうですね。で、よくさ、山レコとか見てると、はいはいはい、はい、こう。そういうルート通ってきましたみたいなレコいっぱい上がってるから。ありますありますね。体力あるんだったら行ってみようみたいな。根の権現ってどっちだろう。お寺です。神社ではないです。今日は、ね、どうでした？リタイアします。いや、久しぶりに登って楽しかったですけど、登り力が全然落ちてる。あとは武甲山だとあと半分ありますが、武甲山まであと25日とかですかね、はい、いや登れる気しないですね。さてどうなるのか。いや、なんだろう、武甲山の日に伊豆ヶ岳まで行ってやめるみたいな感じ。